早い。お、早い。ありがとうございます。はい、サム番号でポチリ順番決めをしたところ、てにゅー15番。めちゃめちゃ早い番号が引けてしまいました。これを元にですね、開店までですね、常連様、そしてお会に集まってくださった皆様と作戦会議をして、何を打つか決めたいと思います。お願いします。行きます。取れる！取れるよ！絶対取れないと思ってたんですけど、一応、ニューです。信頼です。今日は、波に乗ります。やっほー、オフミーティービーをご覧の皆様、ピンキーです。本日もうちが大好きな大好きな第一プラザヤシオ店様にお邪魔をしております。実は今日はですね、1月で初めてですね、関東甲信越地方にね、雪が降るかもっていうようなね、寒い寒い日なんですけれど、皆様朝からですね、温かい気持ちでご来店してもらっております。まず先にオフミー TV とはこちらを説明しましょう。皆さんご存知かと思いますが、うちピンキーがオフ会の主催者になって、パチスロ、そしてパチンコが大好きな皆様とオフ会をやっちゃいましょうというものになっています。そしてそのオフ会にお集まりいただいた方、入場の順番2名参加するよという方々が、ドゥルルルルルルル、50名様、抽選の番号はいらないよという方々が、ドゥルルルルルルル、61名様、なんと合計111名様、111ってなんか一ブラさんらしい数字になって、うちワクワクしちゃってます。で、天気がちょっとね、雨がシンシンコンコンっていう感じなんですけれど、今も続々と皆様ご入店されてるので、本日も楽しいオフ会になるんじゃないかなって思っています。そしてそして朝一みんなで入場しまして、埋まったところ、まず寝台のエウレカ3、そして反逆、魔法少女マドカマギカの反逆の物語ですね、こちらの方、ここね、しばらくとても好調だったので、やはり皆様狙ってくるんだなっていう感じがしました。そしてリゼロ、さらにマイジャグ、ここのコーナーはもうギューという、もう満席でスタートになっています。その他増大したばっかりの番長3さんとかですね、そちらの方もかなり人気があるなっていうような朝一のスタートです。うちは15番で入場できて、エフレカ3様に座れたので、今日も一日楽しく皆様とね、夜まで遊んでいきたいと思います。それではそれではお会スタートなのにゃ。頑張れ。それでは遊んできます。今日目標を作ろう、大きく感想エンディングを、欲しき願いをで当てるけ、目指しちゃいましょう。汗がこんなに、
たいな状況まで頑張りたいね。
かな、よくかな。頑張れ。
そうですね、スペック3入れられたんですけれど、あまり伸ばせずに終わってしまうというテヘペロだったんですけれど、まあ皆様のね、今状況も朝一からね打たれている方々もほとんど移動してないようなので、お話をちょっとお伺いするためのお昼タイムをいただきたいと思います。懐かしい響き。なんだ、本当にすごい。ファイナルチャンス。
ったも出てこなかった。バイバイタイムがやってまいりました。うちはこの後も夜までみんなと遊んでいっちゃいます。さてさて、まずうちの方の結果です。朝一からエウレカ3を打ちまして、使ったのがドルル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 9プッシュしたので423枚、そして今手元に約2000枚でプラスの1500-1600枚というような感じになっちゃっています。そして皆様の状態なのですが、ノーマルタイプがとてもですね、遊べるような感じになってます。多分ね、今日天気ね悪いので、皆さん来てくださったら長く遊んでくださいねというお気持ちなのかなって察したんですけれど、ジャグラーコーナーもちろんとてもいい感じです。で、朝は埋まってなかったんですが、今ですね大人気になっておりますが、ディスクアップのコーナー、こちらね、甘い甘い言われてますけれど、でたくさんの10台かなある台にほとんどの、ね、台が今動いてる状態で、いくら甘いと世の中が言おうと、皆様がドル箱1箱2箱とね積むようなことはないと思うんですけれど、皆様が今そういう状態になってます。素晴らしい。ディスカップ、ここですね、この第一プラザや塩店さんもですね、非常にいつも遊べて、そしてその後ろのね、アクロス系花火とかね、どんちゃんとかも今お客さんがですね、かなり楽しまれてるような状態です。この後、みんなと一緒にですね、今日の状態がどうなってるのか、天気ね、ツイッターやってますので、つぶやいていきます。そちらの方もチェックしてもらえたらなと思います。またうちピンキーのオフ会まだ来たことないよという方は、オフミ TV のホームページなどね参考にしていただきながらですね、あ、ピンキーどこら辺に出没するんだっていうのをチェックしてもらえて、そしてお友達になってもらえたら嬉しいです。本日も楽しくオフ会やってます。第一プラザヤシオタヤ様からでした。バイバーイ。皆様楽しんでますか？オフミ TV のチャンネル登録忘れないでね。